はい、こんにちは、てっちゃんです。第19回闘技場最終日となりました。私の順位は 24,264 位。昨日より若干上がってますね。16勝2敗です。最終日頑張っていきましょう。さあ、どこが、あ、いいんじゃないですか。ここで行きましょう。ここも比較的前に進んでいきやすい、攻めていきやすいですかね。覚醒凸がそんなにしてないので、一撃は耐えられるんじゃないかなと思いますけどね。はい、対戦よろしくお願いします。ジュリアンテはバフ掛けですよね。アーマライオンで引っ張る感じですかね。はい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 、アームライオン、アームライオン、5番目、7番目、当たんないように。ビアンカは多分ずれますよね。リーゼットをどこでぶつけるか。リーゼットこっち側でいいか。あとは向こうの行動によるんで、でもあれっすね、打ち返したいところはある。で、はい、じゃあ行きましょう。下がって戦い、待機。はい、マジックベール。マジックベールが本当に便利。こう待ってる間にかけられるのが、動かないかなと思ったんだよね。これが、あ、そうか、1個出なきゃいけなかったんだね。失敗した。これ失敗しました。ちょっと待ってよ。1個前出なきゃいけないのか。これ失敗しましたね。どうしようかな。これは失敗したな。でもう一旦遅らせますか。じゃあ、あ、そっちは来んのね。あれ、そこ範囲だったっけ。どうしようかな。出ますか。もう出ましょうか。1,2,3 でも届かないんだよな。届かないですよね。困ったね、これは。ぶち切れは入れときましょう。レギラゴン、ちょっ
いようにやられてんな、悔しいな。よし、じゃあもう次いきます。次、よし、天使を入れる。落とす。メラゾーニャ、メラゾーニャ。ナイスナイス、それはナイス。よしよしよし、これはだいぶ大きい。よし、天空の一撃プラス5入るでしょう。戦いを重ねていきたかったけどうまく入らないか。じゃあ、天使にしましょう。このターンでね落とせるとは思うんですけど、はい。いやちょっとね、最初のところでミスしちゃいましたね。アームライオンの射程に入るのを忘れてました。で一旦ちょっとね無駄にしちゃったですね。4ターン全員生存、120ポイント。はい、マスターさん。はい、2戦目ですね。2万台は嫌だ、2万台は嫌だ。ここがまあ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 、あ、結構優しい相手が出てくるね。一番戦闘力的に下の二軸弱なんか久しぶりじゃないですか。はい、対戦よろしくお願いします。久しぶりだね、二軸弱。パテシナイトもね強いんですけどなかなか選ばれませんよね。二軸弱ね。9番目で引っ張る感じですかね、やっぱりね。言ってもね、落とせないかな。1、2、3、届かないんですよね。イオ弱点か。こっち側がいいね。でもね、これ届かないんですよね、この難しさ。こっち行ってこっち行って、よし行きましょうか。ゴリ押しで行きたいかな。ゴリ押しで行きたいかな。1、2、3でしょ、うん、そうだね、届かないんだもんね。はい、じゃあ行きましょう。戦い、ダメか、ここですね、戦い。打ちましょうか。
マジックベール、マジックベール、これがどうするかだね。これがどうするか。なんかできないね。ここでいいかな。はい。さあどうする。はい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 、いいよ、それだったらいいよ。1,2,3 届かないんだよね。届かないから、これは戦いを、前に出て入れていきましょう。リーゼットは下がってこっちを狙いたい。あそこがないかな。射程ちょっと入っちゃってるね。射程入っちゃってね。いやこれ落とされたくはない。あ大丈夫か、ここだと大丈夫か。はい、落とされたくはないんで、さあどうする。短くキャラダルコ、メラゾーニャは落とせない。イオラ落とせないか。イオラ、いいでしょう。あこれここしかダメなのか。しょうがない。でここ来てバーニング、はい。でスピサルをどうするか。そっちか。あまだ魔法カンタついてんでね、これちょっと厳しい。このターンで落とせるかこれ。前に出てさらに戦い、これがダメなんだな、これがな。下がりましょう。メラゾーニャ、イオラ当たる位置じゃないんだ。失敗したね。ここでて武闘撃。あよかったよかった、落とせるね。落とせますね。剣撃見せらないでよ。はい、3ターン全精度124ポイント。よしよし、マスターにまで来た。序盤の2連敗からね、よくマスターにまで来ましたよ。さあ3戦目ですね、最終試合になりますね。2万台だね全部ね。となるとギラ弱点が多いところが、どこもデスピサロ入ってるんだね。ここがかろうじて入ってない。ここでいきますか。いやーこれはね、どう転ぶか分かんないですね。はい、対戦よろしくお願いします。2ターン目まで待ってデボラさんにブチギリ入れてぶっ込むと、3ターン目でねっていう感じですかね、基本ね。あと向こうの射程があるからね、トマホーが多分射程があるから結構来ちゃうんでね。はい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 、
こういう感じかな。1,2,3,4,5 届かない。5じゃ届かないのか、じゃあこうでいいかな。2ターン目で1ターン目は受ける。こっちもハイなんでね、それがちょっと、いやちょっと待って、待とう、だからぶち切り入れて、こうでいいか。ぶち切り入れてやっぱりね、あーリズットも範囲入っちゃうんだね。ぶち切り入れてやっぱり行きたいね。リズットも下がる。で、どうしようかな。キャド弱点、リズットはカイザー行くでしょ。こっちはイオでいいのか、落とせないかもしれないもんね。はい、じゃあ行きましょう。最終試合となります。いやー、ここは勝ちたい。同じぐらいのレベルなんでこれは勝ちたいんだけど、ちょっと最初は下がる下がるはい、マジックベール、マジックベールをこっちにかけましょうか。待機、戦いを入れていく。出ていいんですよね。ここは出る。出とく？出なくていいか。出なくてマジックベール。出る。あ、そうだ、ここが。いいか、出ましょうか。ここ場所もここでいいかな。竜王とトマホーガを出す。出る。あ、そっちには無理なのか。取っておく。バーニー、バーニー、そっちにしようか。レギュラーゴン、うん、よしよしよし、いい形かも、いい形かも。これで天使、もう一個火力やってもらったかな。ちょっと悩みましたね今ね。悩んで、いや、落とせるよね。トマホーガ落とせるよね、多分ね。進んでくる。いいよ、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 いいよ。いいよ。これはいい、これはいい。で、メラゾーニャ、メラゾーニャどっか当たんないか。いいよだ。あ、この辺か。いいや、行こう行こう行こう。行こう。ちょっと、クイーンスライムちょっとね行きたかったけどね。よし、そこでクイーンスライムに会心でしょう。さあどうする。はーい、でバーニング、もうちょいだった、もうちょい足んなかった。戦い届かない。さあ落とせるかな。はい、よし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 、
4ターンぐらいかかっちゃったかな。4ターン。でも全員生存は大きい。もう格上、同格か格上でしたよね。そこに全員生存はやっぱ大きいですよ。やっぱデボラさんは偉大ですね。はい、というわけで、7日間1週間終わりまして19勝2敗。序盤にね、2日目ですね。もう完敗です、これ。これ完敗だったんですよ。何もできなかった。という出だしがね、ありながら、ここまで盛り返したという結果になりましたね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。